はい、五稜郭駅をね降りたところのこれ国道5号線だそうです。まあ、なんかあれですね、あまり北海道って感じはするしないですね。まあ、山があるぐらいでどこの、ね、地方都市にもありそうな風景ですね。でそう、俺ささっきね函館駅の前のベンチで座ってたら知らないおじいさんに声かけられて、お兄さん国道5号線知ってるって言われて、あ、最初ねそのおじいさん言い間違えて国道1号線って言ったんですよ。じゃあ国道1号ってあの東京から大阪まで行ってるあれですかって言ったら、あーごめんなさい間違えた、1号線じゃなくて5号線ですって言われて、いやじゃあそれはね俺様北海道の人間じゃないんでわからないんでね、それはわからないですってねいう話をしたんですけど、まあどうでもいい話ですね。ヤマダ電機がありますね。あとこの灯油の看板もね、これはエストですね、エスト石油岡本セルフと書いてあります。ね、俺様何が言いたいのか、この看板もあの看板もあの山田の看板もみんなジバニャン色って、あとこのコーンもねみんなジバニャン色ですね。はい、五稜郭って言うのかな、五稜郭寄ろうと思ったんですけど、五稜郭駅を降りてなんか五稜郭っぽいようなものが全然ないんですけどね。はい、まあいいや、適当に歩いて探します。ライバル同士のね大手家電量販店を店舗を近くに建てるっていうのは関東も北海道も変わんないんですね。函館名物のねラッキーピエロですね。やっぱ函館って言ったらこれが有名ですよね。じゃあこれ食べます。中身はこんな感じですね。それでは口を開けて、うん、あ、すごい美味しいです。ボー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 ボ